長引く怪我の影響で昨シーズンは競技会に参加しなかった紀平梨花選手。今シーズンはアイスショーにも参加し、9月23日開幕の全日本選手権予選、中部ブロック選手権が初戦となっており、これを前にブライアン・オーサーコーチが語った言葉に、称賛の声が寄せられています。昨年7月に発症した右足の骨折のため、スケートカナダ、NHK 杯を棄権し、北京冬季オリンピック出場のかかった全日本選手権も出場できなかった紀平選手。しかし、今年2月からはアイスショーにも参加しており、順調に回復してきていることをアピールしていました。そんな紀平選手の今シーズンは、9月23日開幕の全日本選手権予選、中部ブロック選手権が初戦となっており、続いて10月8日のジャパンオープン、その後、10月下旬にスケートカナダ、そしてフィンランドで開催されるエスポーグランプリに出場予定となっています。怪我の前まで全日本選手権を2連覇していた紀平選手は、日本女子のエースとして期待されていただけに、今シーズンの復帰には多くのファンの方々から関心が寄せられ、ロシア勢が競技会に参加しない今、大きな期待が寄せられています。そんな紀平選手について、昨シーズンから指導しているオーサー氏は、海外メディアのインタビューの中で、残念なことに、梨花はまだ怪我と戦っている。彼女は右足首の骨折という、厄介な問題を抱えている。彼女は1年以上、その怪我と向き合ってきたのです。良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、彼女は今もショーに出演している。ジャンプもせず、ただ滑っているだけだが、彼女の足には常に負担がかかっている。この怪我は本来、ギブスをつけて、2、3ヶ月は安静にしておかないと完治しないだろう、と現状を明かしました。また、カナダへは当初7月の渡航予定が、8月、10月と徐々にずれ込んでいるそうで、9月末の全日本選手権予選では、2回転ジャンプまでに抑えるとのこと。それでもオーサー氏は、大事なのは、梨花が素晴らしい才能を持った選手であることを忘れてはいけないということだ。3月にカナダのリンクに姿を見せた時は、怪我も良くなり、ジャンプを再開していました。その様子は、怪我以前の梨花を見ているようで、彼女がなぜタフなスケーターと言われるかを思い知らされ、安堵のため息をついたのを覚えています。スピードを取り戻した彼女は、ダブルアクセルを空高く飛び、トリプルサルコーを問題なく飛んでいました。今シーズンのルール改正も彼女にとって、追い風となるでしょう。あとは、健康問題を解決するだけです、と自信を覗かせていたそうです。この記事を目にした多くのファンの方々は、9月末からの競技会に向けて、紀平選手の怪我の状態を心配しながらも、強く美しい演技を期待する旨のコメントを、SNS に寄せていました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
Ow.